さんこんにちは。お久々の仏文化全員揃って、今日はですね新年会としゃれ込みます。はい、深間先生が引っ越しとかねいろいろあってなかなか揃わなくって、ということで、まあ、そういうお祝いもいろいろ兼ねましてですね、今回は新宿ピガールというディープな和食のお店に、はい、来ております。こちらです。ね、はい、一番絞りってなってるけどでここはあのピガールというところで、モンマルトルですね、北のモンマルトル、皆さん非常に危ないところだと思ってらっしゃるところなんですけど、最近は、はい、だいぶお金持ちが住むようなね流行りのところになってきましたけど、昔はちょっとなんだろうな、新宿歌舞伎町っていうね感じのところで、未だにあのムーランルージュがあるあたりのところは大人のお店とかね、男性の皆さん絶対入っちゃダメですよ、ぼったくり。ストリップ小屋とか入って、ストリップ小屋誘われたこの前おばさんに、おばさんに二十歳ぐらいの男の子と日本人の子と二人で行ったら、親子見ないって言われて、もあのぼったくりなので皆さん入らないでください。はい、まあ、そういうところもあるんですけど、まあ、ご覧の通りですね閑静なあの住宅街に今なっておりますけれどもね、はい、あのサンジェルマンデプレは青山、まさにここは新宿っていう感じなんですけども、でまあ私たちこれ大学だって新宿近かったんですか。そうですね、ね、はい、ということでね、あのぴったりかなと思いまして、今日はこちらのお店をセレクションしました。え、たこ焼き、あ、本当だ、これデコだよ、ね、響きもあります。あのネオンはあのガスパールノエのエンターザボイドという東京を舞台にした映画のセットデザインでございます。そうそう、でその映画のプロデューサーさんとエミさんが作ったレストランなの。でエミさんね出てるんだって。そうなの。そうそう、ボンサー、 お邪魔します。トラさん、パールライスある、パールライス、そうそうそう、トラさんだ、これですよ。え、大島なぎさですよ。でなんかねこのねちょっとこう日活ポルノ的な、ね、うん、ピンク映画的な、そうだね、うん、たまらんよね。結構イベントがいっぱいあって楽しいですよね。そう、なんかちょこちょこやってます、ね、暗いのと老眼で読めない、絶対写真撮れない。お酒とかあるけどね、日本酒ありますよ。日本酒ってでも誰も飲まない、涼子さんいけないでしょ、どうせ飲めないのにちょっとカッコつけるんだから。でもじゃあこれにする、いちご味、いちご味ラムネ、かわいい、かわいい、はい、じゃあ乾杯。飲めないくせにねカッコつけてね。早速皆さんにそれぞれのお気に入りの和食レストランのお店を見たいよ。わー、そういうことね、スカルフのサイズ、ね、おしゃれだね、いただきます。ナス食べたい、まあ、家で作れそうなものもあるんだけど、そうそう、なんか家庭料理感あるね。そう、家庭料理感でも違うのよ、これがさ、いいのよ、またレスト、あー、ヒーロー来た、ヒーロー来た、一個ずつ頼んだでしょ、一個ずつ、逆に私の方に置いておく。味付け超日本じゃない、うん、これね、あの甘すぎないごまやね。ここのお店の特徴はシェフフランス人なの。そうなの、そうなの、まっすぐに立ててる感じがフランスの人いるかなっていう気がする。めちゃめちゃ日本のお惣菜、刺し方がなんかフレンチタッチな気がするけど、あのアントワンヌ君という方が、うん、作ってらっしゃるんです。メッシー、たたき来た、たたき超美味しかったよ、すごい匂いだよ、ちょっと食べたいよ。今同じの取ろうとした、ほんとやだ、この私ソースをかけるほんとに超だよね。うん、うまい、うん、カリッカリッ、うん、うん、おいしい、ジューシー、家で作れそうで、実はなんか味の染みてるやつとかね、そうそう、ここまでドンピシャに作れなかったりするじゃん、うん、でもプリプリしてさっぱり、いいじゃん、エビ最高、うん、唐揚げ超美味しい、ずっと唐揚げ取ってるけど大丈夫。そうそう、なんかさ、この異空間に飛んできちゃいましたみたいなさ、お店が今すごいパリで流行ってるじゃない、あのラーメン屋さ ん, 屋さんいっぱい発泡スチロールのあるね、そうそう、そうなんです、こだわりラーメンというね、ん、猫は素敵だよね、フランス人、そうそう、あんなにこうさ、日本のさ、行ったことないんだよね、本当にいつも混んでるしね、すごいすごい混んでるから、なんかもう、すっごい並んでる、すっごい入れたことないもん、うん、でもすごく並んでるじゃん、並びたくないから無理と思って、そうそうそう、なんかね、ラーメンも
ラーメンと思わなければ美味しい。え、ラーメンだったのに。いや、美味しかったけど、でなんか築地は亮君はこれ言うときはあれだからね美味しかったけど築地はなんかね、お魚ベースなのよ。なんか店によって違うんだよね、ベースがね。鶏ベースのところ、そうそうそう、サガンの方が鶏ベースなのよ。で、サガンの方の装飾がもう昭和のガード下みたいな、ガード下なの。ガード下、ほんとガード下。ガード下がいいんでしょ、これ。そう、ガード下がいいんだよ。そう、大好きなの。暗いガード下でご飯を食べるっていうのが野菜ラーメンみたいな。でも外出るとザ・オパリのさ、そう、それがそのギャップがね。大バカナルが流行るのと同じような感じで、行ったらフランスみたい。そうそうそう、フランス人が妄想するその日本の昭和のイメージっていうのを再現してるお店が華やかな、なんか、うん、日本だよね。でもさ、いや華やかじゃない、じゃない、あ、レトロなんだよ。フランス人がイメージしてるのは、一昔前はさ、うん、科学技術最先端の日本とかいうのがすごいこうイメージだったけど、今はもはやあの昭和時代のなんか古い日本が好きなんだ。逆に私はバブルが大好きだけどね。トレンディドラマ大好き。今の若い人は日本は最先端を知らないで、最先端だった時代じゃないから、もうそうだね。そうそう、だからそんなわけで昭和のお店がいっぱい多いんですよ。なんかオルナミシーみたいな、なんかあのナミシー、オルナミシーあの看板があったりとかして、もううちらほんとさ、もう懐かしいっていうか、もう生きたからね、その、そうそう、いたからね、見たからね、あの看板ね。憧れじゃなくて、どん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 レトロが追いついてきたから。そう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 、やばいやばいやばい自分がレトロになってきちゃったからね、もうね。こうやってちょー、やばい、食べたい。こうやってさ、とろっとするの、カリトロ。たこ焼き美味しいよね。たこ焼き超美味しいよね。さっきからあの暗い子が一人で自分のお弁当取ってるみたいなこっちで話してる間にずっと餃子取ってるからさ、プリプリして超美味しい。ナスは結構コクがありますよ、うん、これにご飯入れて食べたら、これはね、ご飯生姜が効いてるわ。誰かのお家で出してもらってるご飯みたい。わかるわかる。フランスのすごいとこは、フランス人さ、バカンス多すぎて行ったことある人いっぱいいるじゃん、日本に、うん、日本ね、ね、もう日本何回も好きで行ってるみたいな人が、うん、ね、行ったことない県に行ってる私は。そう、そうなのよでも今度連れてきたい、なんか友達とね、年末に4人ぐらいで行こうって言ってるんだけど、そういうような秋田とか、うん、そういうなんか観光地してない地方ね、に連れて行きたい、うん、そう、雪に閉じ込められた温泉とか、見える、秋田すごそうだね。なんか YouTube でみんなに募集しましょう、なんかいいアイデアが。そうだね、ナス超美味しい。人の話を聞かないね、この人は。生姜効いてて美味しい。今のが本当に美味しい時の声だからね。美味しい。美味しいけどって言ってないでしょ、うんうん、そうなのよ。そう、美味しい時はね、声低いから。なんかさ、これフランス人の人作ってるね。これお袋の味よ。そうそうそう、本当にそう、本当にお袋いるんじゃない、実は。ね、たこ焼きもう一個食べていい。たこ焼き超美味しくない。ほら言ってたんだから12個もすればよかったじゃん。でももう何話の女ですから。何話の女、あ、何話の女、大阪生まれですから。うちの先祖は大阪の梅田で大きい江戸時代から薬酒商をしてた。何薬酒商って。薬酒って薬、薬だからすごいいいお家だったんだけど、ひいひいおばあちゃんが歌舞伎役者に入れ込んで全財産を貢いで芸が破産したのよ。そこか。そうそこを通じちゃったんですよ、ね、わっか。普通には食屋さん、濃い居酒屋もあるでしょ、ラーメン屋もあるよ。モスバーガーがずっと来ないよ、ね、モスバーガー、それをずっと言ってんだよね、噂で来るらしい。誰ですか、ここに人間を落としたの。落ちてるわよ、うん、多分私だよ、ね、絶対こういう数字はモスバーガーないね。モスバーガー来るよ、来ないよ、来るよ、来ないよ。くるくる詐欺、くるくる詐欺ずっと流行ると思うね。流行るよ、ずっと言ってるよね、うん、あんな焼肉バーガーとか超絶対。たこ焼き、ね、おいしい。大阪人どう？おいしいよね、大阪人。昔懐かしい味、うん、ね、これさ、うん、エスカルゴのお皿よね、よく見たら。エスカルゴのお皿、エスカルゴのお皿。でもエスカルゴやね、オパリだわね。さっきのおすすめはキシンね。キシンです。はい、キシンのお供は本当、あのカレーうどん、カレーうどんは本当美味しいよね。毎回10分近く天ぷらにするかカレーうどんにするか迷って2個食べればいいじゃん。まあね、いけるけどね。いやいや、なすがあ、和食、あのね、行かないの。行かないよね、和食作るからね。唯一作らないのはラーメン、ね、実はラーメンがそこまで好きな食べ物ではないのだが、ニコちゃんがね、好きなの、豚骨ラーメンがすっごい好きで、ね、一風堂
一風堂って言って、いつも一風堂に行く。一風堂できたからね、うん、昔は豚骨ラーメンがありませんでしたね、パリは、ね、そう、なかった。なかったね、成田家並んだね。成田家並んだね。中に1時間手元欄の中並びましたよ、私今は成田家ラーメンに一風堂に麺吉に、あとほら博多頂点、豚骨ラーメンだけでそれだけチョイスがある。そうだよ、一気に来たんだよ。あ、時々年に一度ぐらいどうしてもうなぎが食べたくなったら野台湾に。はい、あんたのおすすめは？おすすめっていうか、私はそんなに外食自体そんなにしないじゃん、こもってるから、 お母さんね、こもってるから。だけどもう私が一番騒ぐのは量だよね。あー、そうね、量行きたいってなる。お寿司屋さんね、お寿司屋さんね、本当に美味しい。定期的にちゃんと食べたくなる、あそこに。あ、食べていい？どうぞもちろんお食べ。誰も食べない。何、みんなこっちでお腹いっぱいになってるとか知ってる？ペースダウンしてんの、うちら嘘でしょ。でもね、最初に結構食べたよ私。これさ、前菜でしょ。いいかな、このカレー。学食じゃない、市民センターとかで出てくる市役所の食堂。そう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 、プールとかで出てくるのともまた違う。なんかそういう、そうか、お役所だけの都庁とかで出てくる。これニコちゃんの大好物。あ、大好き。カツカレー、カツカレー、ね、あのさ、よくかわいそうな姿を見るんだけどさ、フランス人さ、お箸で何でも食べなきゃいけないと思ってさ、カレーみんな一生懸命お箸で食べてる姿を見ると哀れになる。哀れになるんだよね。あれはね、お店の人に言ってあげてほしいと思う。スープってんのにスープはレンゲで飲むのどうしたの？そう、スープレンゲで飲むの。そうそう、パリで日本食のレストランに行って、日本食のレストランに行って要注意なのは、お味噌汁が前菜として出てくるから、絶対頼んだ時にお味噌汁は後でって言わないと、レンゲと一緒に。そうそう、昭和のカレーの味。あら、やっぱり市民センターだった、うん、市民センターの味でも美味しいよ。辛さ弱。辛くない。フランス人辛いもの食べられないの。辛さゼロだよ、フランス人仕様。でもね、味はいい味。どれぐらい飲んだ？これぐらい、これぐらいですよ。でも確かに喋り方がもう酔っ払いになってる。わかる、本当に酔っ払い。すぐわかるね。超混んでる、すごいガヤガヤしてきちゃったね。はい、こちらです。おこむすさん、お好み焼き、今日も大盛況。こんにちは、ひろこさんです。大阪のお姉さんが、はい、目の前で焼いてくれます。ひろこさんも有名人、なんかテレビ出られたっていう。うふって。お二人のお子さんをお持ちの肝っ玉お母ちゃんです。ひろこさんの好きな和食のお店とかってありますか、パリで。まよく行くのは一風堂。あ、やっぱり。あそこは広いので。確かに、ベビーカーで行けるんですよ。確かに確かに。だからそういう意味で子連れで行きやすいのは一風堂。あ、確かに。であとは子連れでもう一個行きやすくて子供が絶対食べるのが、はい、カマキリうどん。トッピングでお値段違ってくるところですよね。はい、酢の、はいはいはい、めっちゃ安いみたいな。天ぷらつけてあれつけてやってるとね。でもそれでも10ランチとかだと15ユーロぐらいだと思う。あ、そうなんですね。コスパがいい。美味しいし、コスパ良くて、うん、あとはおむすびゴンベンさん。あ、ゴンベンさんね。唐揚げとさ、卵とさ、おむすび2個ついて。そう、ちょっと枝豆。アナイスと一緒に食べたじゃん。ノノとアナイスと公園で食べたじゃん。ああ、うん。あそこを記載してるのは、うん、一風堂さんが始めた居酒屋があるんですよ。先週の金曜日。うん、あ、それはホットなニュースだ。さすが業界人なので。それで今週土曜日行くんですね。うん、あ、マジですか。ね、名前はキッチン。キッチン。太鼓さん、はいはいはい、マルシェでのフォンフォージュ、あそこも美味しいですよね。カレー屋さんをやってるのは旦那さん、はい、あ、そうなんですか。両方美味しい日本の味ですよね。うん、安心して。ルキュリー、on a déjà mangé, non? ルキュリーのマリー、いや、longtemps, ouais. Mais c'est des vrais curies, quoi. Oui, oui. Moi, tu m'as jamais mis. Ça me dit rien. Rue Pontochou. Mais c'est dingue comme... Oui, oui, oui.
Mais pour, à mon avis, c'est trop piquant pour toi. Ouais, ah. Trop épicé pour toi. Si les gens ils restent longtemps pour manger juste curry, curry au tonkatsu. Yoru mo hatarakarete ru. Yoru hatarakarete ru. Desu yo ne. Chotto koko ni teroppu dashimasu. Hiroko san yoru imasen. Hai. Oko san ni irashcharu kara. お母ちゃんです。お母ちゃん夜にいない。火曜日と日曜日を除く平日のお昼におります。はい、あ、じゃあ土曜日もいます。はい。はい、いやでもやっぱりあのこういうお店開ける方ってやっぱ皆さんすごいなと思って。なんかこうバイタリティが本当尊敬しちゃいますよね。個性あってクリエイティブ。バイタリティはいつもドタバタドタバタ。ドタバタ。いやーでもすごいわ。やっぱりフランスでお店やっていけるっていうのはなんかこう なんか違いますよね。エネルギーを感じますねやっぱりね、うん、本当私存じ上げないですけど、はい、じんちゃん食堂とかもなんかすごい、あ、じんちゃん食堂すごいですよ、超人気ですよね、あの行ったことありますけど、うん、めっちゃもう人が溢れて、美味しかったですね、やっぱり行きました行きました、うん、あの勉強しに行こうって言ってうちのスタッフと、ああいうなんかあの昭和なイメージがすっごい流行ってますよね、はい、今ね、それでうちもポスターつけた、ああそれでやっぱりそしたらあれ取っていかれる方も、あ、やっぱりね、あ、そうだそうだ、ひろこさんにお聞きしようと思ったんです、はい、この認定本格日本料理店のラベルあるじゃないですか、はい、なんか送られてきました、あ、あれってどうしたらもらえるんですか、向こうが認定した、あ、向こうが認定したものを、ありがとうございます、向こうが、まあ、手紙が来たような気がする、あ、そうなんですね、あのうさんくさいね、なんちゃって和食のお料理店、日本食店と本物の、まあ、日本食店との違いを、わーい、あったかいうちに、暑いです、はい、おいしい、おいしいね、おいしいね、うん、あ、すいません、パストニエビスは、はい、あのおすすめです、パストニエビス、はい、え、フランス人の人、パストニエの人がやってる魚屋さんだけど、うん、ちゃんと生け締めしてる魚ってで、お寿司を作ってるのは、まあ、前日本人だったけど、今何人かな、チラシ寿司もあるし、うん、前もちゃんとしたお寿司もあったんです、ほんと、油断も隙もないわ、もう気がついたら ほぼ食べられてたわこびない味、普通のでもあれですよね、そういうのが評価されるちょうどいい時期に出されましたよね、そうですね、きっとね、うん、多分これ20年以上前とかだったらちょっと厳しいですよね、お弁当もめっちゃ出てますもん、ね、お弁当すごいですよね、弁当&ゴーとかめちゃめちゃ弁当2軒あるし、本格的だし、こんなに綺麗に食べてるもう完璧です、ありがたい、この間あの初めて行った京都の割烹清味さんっていうところ、モンマルトルに、あ、モンマルトルにあるんだと思ってちょっとお邪魔して、ドビン蒸しとか出してて、そうすごい、そう、ここ茶会席、茶会席秋吉、あ、でここに行きたいんですけど、はい、長くて行けないんです、私は、あ、でもお寿司屋さんとかもね、なんだっけ、ミシュランのところとか、ジンさんとかもいつの間にかすごい金額してますからね、だってね、夜500ユーロとかです、そう夜が360、あ、はい、本当に全然知らないところがいっぱいよ、もう 私ですら分かんないですから、全然 業界人の、いや、ついていけないです、でもついていけないから、すごいですね、デザート召し上がりますか、デザート召し上がりますか、餅、うん、ゆず2つでもいいし、ゆず抹茶でもいいし、ゆずママに言わないでさ、ください、お願いします、はい、ゆずお願いします、あ、本当だ、うん、あ、お好み焼き、うちに監修させてほしい、あ、そうですよね、ソースがバーベキューソースって書いてある、バーベキューソースでもお好み焼きがピカールで出たということはそれだけね、地位がそれはね、お好み焼きというものが知られてるってことですよ、え、正直お別物として食べても美味しかったですか、いやーって感じ一心っていうラーメン屋さんがモンマルトルにそれこそできたの知ってます、モンマルトル通りね、あのお祭りの提灯とかあるところですよね、中入ると鳥居が、はい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 、はい、すんごい行列で、え、あそこ日本人がやってるんですか、いや違います、違いますよね、日本人だったら、うん、鳥居は、まあ、うん、新鮮なものだからさすがに店の中には作りづらい、作らない作らない作らない、はい、ということで、はい、はい、
お邪魔しました。また来ます。ごちそうさまでした。というわけでパリ毎日のように新しいレストランが和食レストランがあちこちにできておりまして、昔はねパリに来た当時は本当に美味しい和食のお店なんて5本の指に入るぐらいしかなかったんですけれども、まあ、全部はもちろん試せないんですけれども、まあ、それだけ本当にフランス人の和食への興味だけじゃなくて、興味は昔からあったと思うんですけれども、やっぱりフランス人も結構旅行するようになったので、日本に行って本当の日本のものを食べて帰ってきた人たちがやっぱりたくさんいる。でどんどんやっぱり日本の文化、漫画とかアニメで育ってきた世代が、まあ、外食をしてお金を使う世代、大人になっていったっていうこともやっぱりあって、和食というものがものすごい今ブームというかですね、もうすっかりパリの人たちの生活の一部になっているということなんですね。まあ、旅行でいらっしゃった方もですね、ぜひぜひフランス人の人たちが喜んでドビムシ食べてるとかね、お好み焼きを食べているっていう様子をご覧になられて、フォアグラとか食べ過ぎてもう飽きたわという方はですね、ぜひぜひ今回ご紹介したお店にお立ち寄りになってみてください。ではまた次回。